ちは。こんにちは。笠間市ヘルスリーダーの会です。私たちは笠間市の健康づくりを進める団体として、生活習慣病の予防や食育の推進、健診の受診勧奨など日々活動を進めております。本日は簡単和食レシピをご紹介します。材料はこちらです。サバは皮に切れ目を入れます。生姜は薄切りにしておきます。調味料を合わせて3分の1の量を残して耐熱皿に入れます。耐熱皿にサバの皮を下にしておき、生姜も入れて先ほど残した調味液をかけます。電子レンジにかけます。取り出して煮汁をかけ、もう一度ラップをし、さらに電子レンジで加熱します。こちらです。調味料は混ぜ合わせておいてください。鍋にお湯を沸かし、人参とひじきをさっと茹でます。ざるにあけてしっかりと水を切ります。調味料をあえて完成です。
ください。バランスの良い食事を心がけて、感染症に負けない健康で元気な体を作りましょう。